ドラワレの館。最近バーチャルさんは見ているにハマっとるせいで、リーサさんを見ると闇落ちした未来垢に見えてきてしまう。いやあ、切なケースだよ。この二人との、この二人の会話とか、いろいろな風味で、スープを取りに行こうってことで、モロコのために、モロコのために、優しいよな。もしかしたら自分のことを狙っとる相手かもしれんのにさ、わざわざスープを届けてあげようっていう。食堂ってどこにあったっけ？多分スープ食堂にあるんじゃないかなと思うんやけど、あ、ミサの部屋ここだったんじゃ。ミサの部屋って看板つけてくれとるわ。特貫工事でつけてくれとるっていうような板のつき方してやがって。どうやったっけ？食堂って1階か？あ、リビング、キッチン。あ、ここ。ここ、なんか、見た感じ、衛生面がちょっとあんまりよろしくなさそうな感じやけど、皿割れとるぞ。皿割れとるじゃん。暴れ回っとんちゃうかな。あとは、ん？ゴミ箱の中光ってる。はははははは。うん。なんや、このゲームに出てくるもの、なんか結構揺れるもん多いわ。中になんかおるパターンのやつや。え？今、あのゴミ箱動いた？え、一体なんだろう？どう？わあ！え？びっくりした？あなたは誰？誰だよ、お前。え、館で働く、狙いコック。あ、こいつか、みんなない。スタート画面でもおったけど、なんか卵のっけとんなーって思う印象しかなかったけど、お前だったんか。仕事をすぐサボってしまう癖があり、いつもチェリーマムに説教されている。時々、チェリーマムのお菓子を盗んで食べている。あ、ガチのあかんやつじゃないか。ガチで、鼻つまみ物として厄介されるやつや、お前。僕は、ジャム。ジャムおじさん。我が返し頃のジャムおじさんか、これ。見たないコックだよ、お前。見て2泊入れんかったら喋れんタイプなんか、お前は。この人が、どうしてゴミ箱なんかに入っているの？それは、自分がゴミだと思ってるからです。もしかして、あなた、サボってるの？別に、そういうわけないよ。ほら、べっていう2回、2回トット入れてから読む。ディケイドみたいな感じだよな。ディケイドだよ。あなた、モルホのスープの当番でしょ？どうしてそれを？さっき、コックの女性が言ってたから、それに、カンカンに怒ってたよ。やばいよ。出川哲郎出てきた。またチェリーマムに怒られる。他の人の料理もまだ作ってないのに。どうしよう。いや、謝りに行け。土下座でしたら、さすがに許してもらえることはないと思うぞ。あれ、謝りもせんかったら、もうこのままだったら心臓をえぐり出して食べられるぞ。ねえ、モルフォードスープはどこ？スープはもう完成してるんだけど。そうなんだ。じゃあ私がスープをモロコに運んであげるよ。本当？ありがとう。とっても助かるよ。多分ここの中では、よっしゃ、仕事一つ省けたって思っただろお前。はい、これ、はい、これじゃねえよお前。何のスープだこれ。緑虫ふんだんに混ぜた健康的なスープですみたいな感じ。なんか変なの浮いてる。何か変なものが浮いてる。ポニョか。ポニョがたくさん浮いてるか、お前。これがモロコ様の好きなオタマジャクシのスープだよ。オタマジャクシ。オタマジャクシって食えるもんなのか。オタマジャクシのスープ？ああ、多分この世界観でも食えないもんだと思う。この反応から見たら、ミサちゃんは、つやくとミサちゃんの地元では食わないらしいですね。見た目は少しグロいけど、美味しいんだよ。まあ、僕は絶対に食べないけどね。お前が作ったんだろ。じゃあ、よろしく頼むね。あ、そうだ。どうした？言いすることを他の料理も君が作ってくれないかなとかいうクズなことを言うなよ、お前。それだけは言うなよ、お前。そのスープは、お化けとキティの大好物でもあるから、運ぶときは注意してね。お化け？そう。スープにおびき寄せられていて、いつも襲ってくるんだよ。
だから僕運びたくなかったんだよね。どっから突っ込んでいいの。まずお化けがいるのか。やだ、そりゃ人形が動くぐらいやもんな。人形が意志を持って動くぐらいやもんな。てか亡霊おったわ。ジンが一回亡霊に殺されたもんな。今さらか。今さらやけん、なんとも突っ込むようがないけど。でも、ありがとう。ありがとうじゃないよ、お前。それ、女の子にそれをやらせて、お前は心が痛まいのかい？女子やぞ。女子がやろうとしてるんだぞ。心は痛まれてるのかい？卵乗せやがって頭に似合ってないぞ、お前、そんな。僕の代わりに仕事をやってくれるなんて、助かったよ。そんな。ほら、早く。お前、何お前、先輩ずらしとんだ、お前は。室宝様の部屋は2階だからね。僕は急いで他の人の料理を作らなくちゃ。ああ、それ今、ちょっと館の主のムールにとうとう言うてくるんで、密告するんで、密告にならんな。言ってくるんで、もう首覚悟してください。はーい、よし。バリバリおるやん。おたまじゃくしの亡霊ってなんだお前。初めて聞くワードじゃ。スーパーマリオに出てくるワンワンみたいなやつがおるでな、お前。何？もしかして、ジャムが言っていたお化け？襲われないように注意しないと。バリバリ来てます。バリバリ来てます。わー！出待ちはダメだろ、お前さん。一気に突っ走るしかないな、これは。ゴー！ イエース！イエース！めっちゃおるやん！めっちゃおるやん！なんか2階だったな。2階！やばい！オーマイゴー！オーマイゴー！よっしゃー！あー！早い早い早い！一匹早いやつがおる！一匹！ここだったわ、それ。やったー。えらい一匹だけ個体差が、素早さの個体差が高いやつがおったぞ、お前。いや、ポケモンだったら先制攻撃できるやつじゃん、お前。よっしゃー！おい、もう持ってきたぞ、お前。お前の好物。命がけでな、お前。乙女の命の神座らせておいて、さらに命がけでスープを、好物を運んであげるっていう、なんというミサちゃんの天使。それで、出てくるのかな？私は、料理をクローゼットの前に置いた。え、このさ、中でこもっとる猫に餌をあげるような感覚で、お前。おたまじゃくしのスープを持ってきたよ。これでも食べて、元気出したら？スープ？だから、出ておいで。出ておいで。かわいいあなたは出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。お邪魔タクシー。ギーン。その開き方の交換を合ってるんですかね。私。あ、開いた。どうした？あれ？出てこない。BGM 消えた。え？モロコの冷圧が消えた？あ、おるやん。ちゃんとおるやん。私はクローゼットを覗き込んだ。こんなクローゼットってこんなにでかかったっけ？するとそこに泣いているモロコがいた。大丈夫？おっぱい揉む？え、マジで？おっぱい揉ませてくれるの？じゃあ俺も泣く。仕事行きたくないよ。お姉ちゃん、ごめんね。僕、本当に間違っちゃっただけなんだ。別にいいよ。そう言いながら、私はモロホを観察した。観察っていう言い方やめてもらえませんか。もうちょい、言いましない言い方なかったかな。どこかに鍵が出てないかな。あ、感情の高ぶりでか。しかし、どこにも鍵が見当たらない。この感情の高ぶり方じゃダメなのか。もしくは本当にチルみたいに本体が別にあるか。本体別にありそうやな。なんか。じゃあ、やっぱり、襲いに来る住人は、モロホじゃなかったのかも。そうかもしれんしな。
けど、なんか俺モルホっぽい気がするよな。これは勘だ。そう思った時、私はふと奥にある鏡に目をやった。そこにはモルホの後ろ姿が映っている。あ、あれは何？頭の後ろに顔がある。ベロ出してる。え、それマフラー的なそういうんじゃなかったんで、え、どういうこと？その顔は目を閉じてじっとしている。鍵出てる。おでこから鍵出てる、お前。おい、ドラゴンボール GT の終盤の悟空か。終盤のおでこに通信中が入ってしまった悟空か。わかりにくいネタだろ。しかも額には鍵が浮き出ている。いや、やっぱモロホだったんじゃ。ということは、今日私を殺そうとしているのはやっぱりモルフォ。っていうか、あの顔は何なの？え、本体が別っていうか、本体はそのままなんやけど、実はなんか変身見てる。変身ってザーボンじゃないんやけん。ザーボンじゃないんやけん、お前。変身したら見にくくなるからやってませんみたいな。あれもモルフォの一部ってこと？お姉ちゃん、どうかしてんの？二重人格なんか、もしかして。こっちのモルフは確かにこうお姉ちゃんに危害、ミサに危害を加える気はないんやけど、実はうちにあるもう一つの人格が実は本当の方でみたいな、ありそうやな。なんかなんでもないよ。もう怒ってない？お、怒ってないよ。そのスープを飲んで元気を出してね。うん、ありがとう。じゃあ私は行くね。うん。私は何事もなかったかのように早足にその場を後にした。見なかったことにした方がいいわ。こっちは気づいてないふりをした方がいいわ。そうか。しかしそうなるとどうやって鍵を取りに行くか。寝た瞬どうなんだろう。おかえりミサ。相変わらずそのポーズが板についてるな。どうだった？すごいことを見つけたの。え、すごいことって何みたいな感じ。え、すごいことって何？もしかしてムールはムールの本当の姿みたいな感じみたいな。なんだ、モロホの頭の後ろに顔があった。なんだと。確かにそう言われると、あいつが帽子を取ったところは見たことがないな。しかもそこに鍵が浮き出ていた。じゃあモロコで確定だな。うん。私が中庭で聞こえた不気味な声は後ろの顔が喋った声だったんだ。あ、なるほどな。そういうことだったんじゃ。方向的に草むらだと思いがちやけど、意外と近くから聞こえてくる声だったんじゃこれ。なるほど。なるほど。はるくん、俺と一緒の反応するんじゃないわ、お前。よし、そうと分かればモルフォについて調べるんだ。あいつに殺される前に鍵を奪わねえと。まだ鍵を出さなあかんわけやけんな。出させなあかんわけやけん。精神攻撃じゃ。年下の子供の男の子に精神攻撃を仕掛けることになるからね。うん、なんだ、あからさまに部屋を調べてくださいみたいな感じで、あ、部屋を開けるな。チルの時もそうだったけど、調べようって言った瞬間部屋から出ていくな、お前。調べてくださいと言わんばかりに鍵を閉めずに出ていくな、お前。今のはモロホだよね。どうやら下の階に降りたみたい。今はモロホに近づかないように行動しよう。近づこうとしたら止めに来るからな、ハルくんが。ハルがな。ヒロさん、また今度外伝的な動画で近づいたらどうなるかみたいなやつもちょっとやってみたいけど、今回はちゃんと、もう言いつけ通り、ゲームの言いつけ通りやりますから、俺真面目だから。医療の本、これは見たわ。中これ紙落ちとる。何か紙が落ちてる。全く同じこと言ってるやん俺と。大事なもの棚、裏にも何か書いてある。鍵はこの部屋にある。
鼻の中、鼻、鼻の中か。どういうことだろうと、そのままの意味じゃないですか。そのままの意味だと思うけどね。え、待てよ、鼻、鼻、どっちの鼻だこれ。一番最初に思いつくのはこっちの植物の方の花やけど、実は顔についてる花の方だよみたいな、そういう引っ掛けであえてひらがなにするパターンか。これはそんな気がするな。花の中だから、普通に考えたらこっちを先に調べるんやけど、実はこっちだったみたいな。なんて、てかスープ飲んでるなこれ。空っぽのお皿が置かれている。よっしゃ、まあ何にせよ、じゃあもうそのあえてそのそのトラップに引っかかってみようか。綺麗なお花が飾られている。え、それだけ？まあ他にも花はあるけん。こっちでもない。あ、そう、あれ、こっちか。ない。あれ、あ、読みたら棚の話もあったもんな。棚、うん、あ、そうか、先に棚を調べとかなかったら、鍵があるのが花の中で、あ、そういうことやな。さっきこっち調べとかなかったらちょっとフラグが立たんのじゃ。でも鍵がかかって中を調べられない。あ、そういえば、うん、そういうことやな。鍵ってこう棚の鍵のことかな。急いで探してみよう。というわけで、それでようやくか。なるほどな。手順が間違っとった。あのメモには、鍵は花の中って書いてあったよね。花ってこれのことかな。ガサガサガサ。これで何か襲ってきたらやっぱりトラップだったみたいな感じですが、ないらしい。なんもないらしい。次、こっち。ない。じゃあ、これか。おっと、やっぱりトラップだったパターンじゃ。トラップはトラップやけど、引っ掛けであって、特に襲いかかってくる系ではなかったらしい。じゃあこっちかな、花って。これの花か？わあ、あからさまに花を選んでくださいみたいな感じあるで、これ。おい。あれ？来たー、そういうことだね、やっぱり。よっしゃ。さえとるけど、これ取ったら危ないんじゃないの。ちょっと、多分、動画ではカットしとると思うけど、この絵調べたときにちょっと動いた気のせいかなみたいなやりとりやったもん。これ手を伸ばそうとしたらガブってくるパターンなんじゃ。まあそれでも行くしかないけど。花の中。なるほど。この化石の花に隠してあったんだ。よし。早くこの柿で棚を開けなきゃ。いやー、やっぱそう、うん、と、手伸ばす前に来たよ。うわー、ホーンデッドマンションじゃ。ホーンデッドマンションだったっけ？ちゃうな。ホーンデッドミュージアム、何だったっけ。見たこともないような映画の名前、見たことない映画の名前とはすもんじゃないですね。か、化石が動き出した。鍵を返せ。そんな俺の足からは絶対に逃げることはできない。死ね。うわ、はやー。確かに逃げることができない感じだった。どうすればいい。なんかあるんじゃ。足奪い取るか。戦場取って足奪い取く。あー、取れる取れる。取れる。やったー。やったぜ。先に走る能力奪い取るんじゃ。そんなことできるんじゃ。ごめんな。ごめんな。どうなるんじゃ。おしがないみたいな感じにガカーンってなるんかな。いいぞいいぞ。なんか面白いぞこれ。きた、出てきた。うわー、化石が動き出した。どんなことを言う。鍵を返せ。そんな俺の足からは読むんじゃ。心は読むんじゃ。このセリフはちゃんと読むんじゃ。俺の足からは絶対に逃げることはできない。死ねえ。の、なんだ。いや、ちょっと待って。絵から出てくるときに気づきませんか。絵から出てきたときに気づきませんかね、ワンちゃん、それ。
ちょっと笑ってまう。そんなことやられたら笑ってまうよ。足の骨がない、これじゃ走れない。コントやんだよ、これコントやろお前。ガラガラ、びっくりした。まさかカスキが動き出すなんて。でも足の骨を取っておいて正解だったみたい。何の理屈もなく足を骨を取るというミサちゃんのその勘はどこから来たんだろうか。もうさすがに動かないみたい。よし早く棚の鍵を開けなきゃ。ちょっと笑ったわ、俺は忘れもらいましたよ。カチャ、あ、開いた。早速中を調べてみよう。ごそごそ、棚には日記が入っている。どうして俺だけが光に弱いんだ。俺が光に当たったら俺もこいつも死んでしまう。もう帽子の中に隠れ続けるのはごめんだ。だがようやく薬が完成する。この薬があれば俺は自由だ。帽子の中に隠れ続けるってモロフの後ろの顔のことだよね。そうやな、そういうことだった。あ、これ帽子よう見たら外しとんやな。だからこういうところに隠れてちょっと休ませよう感じ、なんか光浴びたらまずいから。それに後ろの顔は光に弱いって書いてある。これはいい情報を手に入れた。あ、それにまだ何かある。まだ何か、なんかバッテンついてるな。これは雲焼けたの見取り図かな。その中にはドクロマークがついてる部屋がある。チルの部屋と地下の倉庫についているようだ。チルの部屋と地下の倉庫。チルの部屋には黄色いあいつに注意とメモが書かれている。黄色いあいつ、一体どういう意味だろう。とりあえずまずは隣のチルの部屋から調べてみようかな。よっしゃ、倒し方が分かってしまった。やるぞわしは。まずはチルの部屋。黄色いあいつ、これ、これなんか、こっちか、これ、どっち、どっちだ黄色いあいつって。これかな、こんなんおったっけ。おったっちゃおったか。地図に書いてある黄色いあいつってこの人形のこと。私はその人形の包帯を取った。うわあ。明らかに怪しい光り方している。まぶしい。あ、危険ってそういう意味の危険だったんじゃ。光出すから危険って意味だったんかな、これ。その人形の目はキラキラと輝いている。なんだ、目宝石できているのか。これは強い。そうか、あの日記に後ろの顔に光を当てると死んでしまうって書いてあった。だからこの館の中で光ってて危険なものをメモしてたんだ。なるほど。あ、それじゃあ逆にそれを使って後ろの顔を倒すことができるんじゃないかな。そうやな、うまいことやれれば。試してみる価値はあるよね。よし、それじゃあこの人形持っていかなくちゃ。って、あれ、どうした、重たいの。あーん、とてもじゃないけど持てそうにない。しょうがないよね。で、しょうがないかもしれんけど、やることが大胆だな君。人形に対して両親が痛まないとか考えなのかい。いいのかなこれ。私は力を込めて人形を、目玉を人形から引きちぎった。よし、あとはもう一箇所ドクロマークがついてるところがあったよね。この目玉も十分赤いけど、きっと光は強い方がいいよね。念のためにもう一つ光るものを探しに行こうかな。オッケー。ワイルドやな。お、ちょっと動いたな。あ
なんかそんな気がしてた。ちょっとビクって動いたところ。そりゃあ目玉奪われてそのままで寄るわけないよね。私の目を返して。これは正当な言い分だ。わあ、でもね、こっちにもやりたい。2回言ってた。おお、どこまでついてくる。どうもーでついてくる。どうもーついてくる。ネローニの部屋の前ですごい暴れ回ってる。よし、ネローニ助けてー。はあ、どうやら人形を追いかけてくるのをやめたみたい。あ、危なかった。早く次のドクロマークの場所を探しに行こう。よかった。他の住人の部屋に入ったら追ってくる系は大丈夫らしい。悪いな、ネローニ。ちょっと、邪魔したわ。え？入ってきたこと気づいてない。本読んでる、本に集中して入ってきたの気づいてないな、お前。そっか。それは好都合。よっしゃ。物置。1階だったっけな。下。下。こっちだったっけね。こう、中庭でも。あ、中庭の奥が物置か。あれ、そうだったっけ。あ、地下の倉庫か。ああ、地下の倉庫ってあるやんよ。何が物置じゃ。地下の倉庫ってあるやん、我々。ちゃんと読んどかな。地下かな、地下。おい、なんか起きてるよ。怒られてる。めっちゃオーラ出てるやん、お前。コックぽっちゃりちゃん、めっちゃオーラ出てるし、めっちゃブルブルしてるし、見とこう。さっきそれ見とこう、ちょっと。ジャム、お前はまた仕事をサボったな。さ、サボってないよ。少し気分転換してただけだよ。リフレッシュした方が仕事も効率的にできると思ってね。うるさい、ムロホ様にスープを持っていくのがおかしだろう。それは、お前というやつは。さあ、言及だ。